おバイオですわってことで、チャオあっちゃんですってことでね、バイオハザード RE3 引き続きやっていきたいと思います。ストーリーコンティニュー、行きましょう。さあ、どこを変えたいの？で、これを。地下鉄にこっちやろ？結構遠いよな。さあ、帰りますか。いわゆる今走るしかない。あいで。こいつ、ワープどっちやっていいのか。うわ、待って、痛い、嘘やろ、もう来た、早いな、おいで、痛い、紫の青のジュエル、
紫色と思ったし。今どこ？これなんか強化火薬。なんかある。応急スプレー。応急スプレー持てへんのか。じゃあ使っとこ。マップ出て右やな。ああ来ると思った。ああ見て。もう入れて入れて。こんなんか持てられへんね。痛い。もうまた来た。よし、あった。ああもう怖いえわ。これやな、これはめとこ。ここまで出てきた。この辺にタイプライター。ああもういや、これでなんかいらんもん預けとかなあかんねんけど。いらんもんないよな。まあ、とりあえず持っていくか。さあ、地下です。太鼓。ああ、吐きそうだ。ないな。もう気持ち悪い、しんどい。上出来だ、スーパーコップ。恐れ。もう列車は動く？ああ、あと一歩だ。整備に3、40分かかる。状況は？町は化け物で溢れてる。地上突破するのは不可能だ。なぜその女がいる？地下鉄の軌道を手伝ってもらってる。この女は足手まといになるだけだ。ここぞという時に引き金すら引ける。おい落ち着けよ。こいつのせいで死んだ。悪いな、みんな気が立ってるな。うん、おいマジか、またやつか。目当ては私よ。私が引きつける。いや、やめよ。泣く、やろう。くそ、さあ来なさい。ちょっと待って、なんで来なさいやね。いらんことやんでええねん。アホかよ。これ装備しなあかんし。違う。痛い痛い痛い、もういらんこと。痛い。
ちょっと待って、もういらんことするわ、アホとちゃうもん。余計なこと言うな。まほかはもうおっさんに任せたいねこんなもんは。どこ行った、マップ地下鉄の駅から遠ざける、ここだけなかのか。こんなことより、これを使えば、痛い、何をしてんの。痛い、やられて、アホかよ、もう痛い、どんだけ殴られんねん。嫌な役回りを持たされたよ。カルロス、聞こえる？カルロス、他の出口を探さないと。地上への出口を探す。これも捨てていいのか。地下鉄管理の施錠強化について、当施設の管理区間内で不審者の目撃が相次いでいます。つきましては老朽化した鍵を段階的に電子錠に交換し、セキュリティの強化を図ることになりました。電子錠の閉会には専用バッテリーが必要です。職員は設置内に移動の際、支給されたバッテリーを必ず携帯してください。バッテリーあらへんか。桜井ケース、行くともしない。ちょっとあんたのか、何か動力が必要ね。この辺探さない。どっかこの辺に部屋あったな。こうか、なんかあるな。で、ダイム、これか。セーブしとこう。ヘッドハーブ、
ハンドガンの弾、ショットガンの弾っていうので役に立つものがあるけど、あれ地下下水道の地図、でもどっかに鍵があんねんな。この辺りの地図か、助かるわ。あ、反応がいいだが。エンドハブは組み合わされへんだっけ。とりあえず預けとこう。違う。ガンパウダーはあるけど、こう。組み合わせたと。何の発だけ余るんか。電気の鍵をどっかに、わかんないか。ここの部屋出て入るのかな。これなんかあんのよな。下からかな。なんかいける。下水を。嫌な予感する。この服も。おやつしかない。この服もやつしかないわねって。このエリア。鍵か。開かへん。気持ち悪いな、下水。室と研究室、管理室になんかありそうやな。何これ、気持ち悪い。
50% ぐらい打ったで今なんで。あー気持ち悪かった。研究所の飼育日記、3月4日水温18度 pH 6.8、 ガンマ個体はを初めて培養層から出す、動きはやや緩慢で攻撃性は低い、4月18日水温20度 pH 6.8、 いくつかのホルモンや薬剤を投与、うち一つが効果を示し攻撃性が著しく上昇、素早い動きでターゲットを丸飲みにする。6月30日水温22度 pH 6.2、 U 本社でのガンマ研究打ち切りが正式に決定。破棄直前に特に高い知能指数を示した個体を密かに搬出を兼ねてから用意していた新ラボに無事移送完了。すべてガンマ実験科に心血を注ぐドクターローガン・カーライルの熱意の賜物だ。8月14日水温25度 pH 5.8、 下水管を利用した飼育を開始で2週間、猛暑による水質悪化が心配だったが問題ない様子。ガンマは複雑な下水の構造を2日ほどで完璧に理解し、ラクーンシティの地下を自由に散策している。どの個体も博士には非常に慣れているが、制御不能に陥った場合に備え付け高火力武器を導入した中古らしく、精度には不安があるが保険にはなるだろう。9月1日水温23度 pH 6.1、 下水局の現場主任に賄賂を握らせ確保したこのラボだが、ガンマの増産を行うには少々手狭まだ。移転を検討する。9月9日水温21度 pH 6.1、 ラボに迷い込んだ清掃員1人をガンマが的確に処理、十分に実用に耐えることを証明した。明日にも報告書アンブレラヨーロッパ支社に送付する。やばいな。ガンショップケントからの送り状。この度はガンショップケント製品をお買い上げありがとうございます。グレネードランチャーを当局に合わせて弾薬を交換することで最大のパフォーマンスを発揮します。本製品は当店独自のカスタマイズによりあらゆる種類の弾に対応しています。リユース品につき連射機能が機能しません。そのためリロードには手動になりますが、破格にて提供いたします。炸裂弾、炸略A×2、A プラス B×2 で硫酸弾、合成により自作可能。マインスロワー弾、自作不可能。マインスロワー弾はある、ガンマの暴走対策には必要なしと判断し、購入は見送る。グレネードランチャー。なんちゃったまんの一応ね、セーブしとこう。はい、っていうことでね、もう今日もね、なんかね、結構長い時間やっちゃったけどね、いやー怖い、キモいね。でもまあやるしかないんでね、やっていきましょう。グレポン 2段しかない、たまに2つしかないね。炸略 B、 A と組み合わせろって、 A どこにあんねん。手榴弾、これいきますか。いや、今日はこの辺で終わりにしましょう。ということで、今日のあっちゃんのおバイオ、この辺で終わりにしたいと思います。
でまた、引き続きね見ていただける方はぜひぜひ応援コメントよろしくお願いします。怖いしねやばいんでね、あの応援コメントがいっぱいあると頑張れるんで、皆さんの応援コメントよろしくお待ちします。それと高評価が多いとね頑張れるんで、ぜひぜひよろしくお願いします。ということでまたね、バイバイ。